素敵なトリオです。大きな拍手をお願いします。いや本当にね、もう本当に1年7ヶ月、この場でですね、僕たち育てていただいて、まあ、今日はね、閉店という時ですけれど もう感謝の気持ちでいっぱいです。もう本当に最初からこんなにたくさんの方に集まっていただいて、今日はですね、許される限りもう全力で盛り上がっていきたいと思いますので、どうぞね、最後まで、よろしくお願いします。ちょっと冬ですから寒いですけれども、皆さんがギュッと集まって、この中はもう暖かいです。本当に嬉しく思っておりますが、メンバー紹介したいと思います。バイオリンエール、エティエンのギター、ボーカル松下ひろゆき、バイオリン高橋誠でお届けします。どうもよろしくお願いします。もう本当にね、曲はやりたい曲たくさんありすぎて、ちょっと全部は演奏できないんですけれども、思い出をかみしめながら演奏していきたいと思います。まず1曲目は僕たちのレパートリーとしては一番新しいナンバーですが、最初からノリノリのナンバーで行ってみたいと思います。パガニーのキャプリス24番ラテンバージョン、お届けいたします。
か真夏で暑い中演奏もしました。冷風機を1台出して2台出したらヒューズが落ちたとかね。Thank you.
ワードも出てたので、なんかね、あのただただ悲しいこう お別れっていうよりも、あのやっぱりみんな笑顔でっていうのをお客さんの方からも感じたので、なんかそこをちょっと守りたいなと思ってたんですけど、だいぶもう危なかったですけど。でもあのその1年7ヶ月続けさせていただいて、1年7ヶ月前は本当に演奏しても、まあ、ポツポツ足を止めてくださった方がいるっていうぐらいだったので、それが今日も3時からって言ったああやって集まってくださっただけで、ね、なんかこう重ねてきた時間をすごい感じました今日。あ、まあ、これからもここでできるかは分かんないけど、一宮とはじゃあ関係というのか続けていきたいですね。